どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですねハワイに来ておりまして、今回もね FC 旅行ということでちょっとね行動は限られるわけなんですけども、今回ね ANA で往復ねしておりますんで、どうしてもね行きたかったここだけはね皆さんに紹介しておきたいなというところがありまして、本日はねそちらに今向かっておりますということで早速ね行きましょう。それではですね、ワイキキショッピングプラザに来ました。そう、ここはですね ANA ラウンジ、今までですね、開放してなかったんですけども、ここはですね先日ね ANA のね飛行機を乗ってると無料でね開放始まりましたので、今回ね皆さんにこちらをお見せしたいと思いまして、来ました。ということで、入室条件はですね ANA の航空券で往復していることが条件、 ANA のねトレリーバスと一緒の条件になります。ということで、2階にねありますんで行きましょう。今回ユナイテッド航空で ANA 取ってますけども、これでもね OK っていった形になります。では到着いたしました。入り口がね前向こうだったと思うんですけども、変わってますね、こちらになっております。ではね行きましょう。ということで無事ね入室いたしました。入るとねこんな感じでハワイの情報も見ることもできます。新聞とかねツアーとかもやっております。あ、こういうねミールクーポンとかもあるんですね、はい、気になる方はぜひチェックしてください。でサービスメニューとしてはお手洗いと Wi-Fi、 あと飲み物ですねいただくことができます。でこの奥のねこちらに飲み物があって自由に1個ねいただけると、まあ特に個数は書いてないんで、まあ、お茶とかもね好きなだけいただけるんで、これはめちゃくちゃいいですね、はい、あの多いお茶ちなみにここで 2.5 ドルぐらいだったかな、昨日買ったの、はい、結構高かったんでいいんじゃないでしょうか。であとねこういったものもこちらはね売っていますね。このトートバッグ欲しいですね、ハワイ限定なんだ、うわー欲しい、買って帰ろうかなこれいいですね。あとこちらねオリジナルトートバッグもありますと、あとハワイのポンチョもある、これは ANA のかな、あ ANA ですね、はい、あとこういうのもあります。あ、これも可愛いですね。で中はねこんな感じになってまして、こっちはね奥、昔こちらのね奥の扉に入り口がありましたけれども変わったみたいですね。でこっちにデスクがあって、ちなみにあの飛行機系のね相談はこちらではやってないということなんで、この点は覚えておきましょう。あとルーター 4GB データ無制限、1日9ドルで借りれるみたいですね、はい、あと日本のレート交換もやってくれるみたいですね、はい、ラウンジ自体はねかなり広いですね、うん、これはいいですね、めちゃくちゃいい。で奥の方に行くのねキッズスペースがあります。ちょっと息子はね奥に遊んでますんで、ちょっとぼやかしていたさせていただきますけども、まあ、ちょっとしたおもちゃなんかもねあります。いやーいいですね、ちょっと子供と一緒に来て疲れたらちょうどいいんじゃないでしょうか。でこちらにお手洗いがありますと、この安全な環境のお手洗いはねハワイではねなかなかなんでいいですねっていう感じですね。ということでちょっとね息子がいただいたパインジュースを一口いただいて、ね、いやーこれが無料でいただけ利用できるってのは本当にいいですね。でこのねここにもね USB Type A と、AC のねコンセントがありますんで、結構便利に使えるのではないでしょうか。ちょっと私もねあのホテルの Wi-Fi がね結構死んでますんで、ここで動画をねあのアップロードしたいと思います、はい、っていう感じですね。いやーこれはいいですね、はい、ということでちょっとしばらくねゆっくりして出たいと思います。ということで出てまいりました。今回ねこちら撮影もね許可させていただいて本当にねありがたい対応でした。9時から5時までやっているということで回数制限もございませんのでね、 ANA で利用される方はですねぜひねこちらここね入室条件は ANA のねあの往復をね ANA で来てれば利用することができますし、誰でも利用することがねあの ANA で来てればねできますんで、またね回数制限もなくジュース等々もねいただけて、あと Wi-Fi、 コーヒー紅茶ねちょっと映ってなかったかもしれないんで写真等もね出しておきますね。であと Wi-Fi もですね非常に早くてサクサクにね利用することができましたんで非常に便利ですね。ぜひ ANA でね今度来られる方はぜひねチェックしてください。ということで今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。